Let it go. All the puts are like, whoa. Think I go. Cause it over. I see. はい、皆さんこんにちは、きよりです。今日はですね、私が10ヶ月間住んできた、家の紹介をしていきたいと思います。はい、初めてですね、実はっていうか、まあもしかしたらお気づきかもしれないんですけど、私が住んでいる、この建物っていうのが、旦那さんの大学院と大学の、寮になっています。はい、通常だと、まあ、学生だけしか住めないかなと思うんですけど、まあ、MBA に通う方っていうのが、まあ、結構大人の人が多いんですね。社会人経験を積んで、まあ、結婚とかされて子供もいらっしゃる方も多いですし、はい、そういう方が MBA に通っていて、奥さんがいて子供までいるとこの寮には住めないんですけど、子供はいなくて、奥さんがいるっていう学生に関してはこの寮に住めるというシステムになっております。なので私は、まあ、ここに旦那さんと2人で住んでいたという感じですね。まあ多くはないです、夫婦で住んでいる人は多くないので、結構珍しい。私ももしかしたら外国人の学生から見ると私も学生だと思われていると思うんですけど、学生ではなく普通に家族として住んでいるっていう感じで10ヶ月間住んできました。はい、ということで今回は、まあ、撮影でちょこちょこ見えていた部分も含め、部屋の全貌をお見せしていくとともに、部屋以外のスペースも今回はお見せしていこうと思います。はい、なので気になる方は最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ということで最初は部屋からですね。ちょっと最初にお伝えしておくんですけど、めちゃくちゃ狭い部屋なんですよ。めちゃくちゃ狭い部屋なので、ここに2人で住んでいたのかっていうちょっと驚きもあるかなと思うんですけど、私と旦那さんは結構2人でいても苦にならないタイプというか、まあ、1人の時間が絶対に必要っていうタイプではないので、まあ、狭い部屋でも、まあ、それぞれ作業をしているっていう感じで苦がなくやってこれている、まあ、旦那さんはちょっと分かんないです。勉強とかいろんなことがある中私がいたので、もしかしたら集中できない時間とか時とかもあったと思うんですけど、まあ、基本そこにめちゃくちゃ、ストレスを感じるっていうことはお互いなかったので、まあ、この狭さ、部屋の狭さでもやっていけたっていうような感じになっております。はい、あと、昨日ですね、昨日引っ越しが完了しております。ボストンに来てお世話になっている方々に助けてもらいながら引っ越しが無事完了しました。ありがとうございます。はい、じゃあ早速ですね、ここが一番部屋の奥に位置する場所で、いつもここの場所に荷物、スーツケースとかを置いていました。はい、ですぐここにベッドがあります。はい、今はもう引っ越しが完了していて、シーツとかも、もう捨てていいようなものを使っているんですけど、はい、もうここに布団があって、まあ、ここで寝ていたっていう感じですね。はい、で次がここに窓ガラスがあるんですけど、ここからまあ反対側の部屋とかが見える感じになってるんですよ。この建物ってすごく、なんて言うんだろうな、すごく変わった建物なんですけど、もう引っ越しなのでもう見せていいかなっていうような感じで撮っています、今。はい、反対側の部屋、学生が住んでるところも見えて、で私が住んでるところが12階なので、はい、すごく眺めがよく、毎日朝日を浴びながら起きるみたいな感じで過ごしておりました。でここに、旦那さんがいつも、勉強とかをする、机があって、今まで引っ越し前まではこの下にブロック、木目のブロックを敷き詰めて下で私は過ごしてました。ここに座椅子を置いて、いろんな私が過ごすっていう感じで、はい、過ごしておりました。クーラーは、まあ、ここで調整できるみたいな感じです。はい、ここが、まあ、基本的に過ごしているスペースです。アメリカのキッチンってすごく広いんですよ。日本よりも全然広い。日本の
住んでいた一人暮らしの部屋とかも結構狭いですよね。狭いの でそう比べるとこう作業する ところがちゃんとあるのでめちゃくちゃいいキッチンでした。で、オーブンはなくてレンジでいろいろ温めとかして、はい、でここが冷蔵庫なんですよ。ここに食材を1週間分のものを入れて過ごしてました。でもね、結構収納はいっぱいあって困らないぐらいあるんですよね。で、もうここすぐ玄関っていうかもう入り口になるので、まあ、ここでちょっと今段ボールが来ちゃってるんですけど、ここでいつも玄関っていう感じにして、ここからタイルっていうかブロックを引くようにしてました。はい。でここからが、まだ使用感があるのでちょっと細かくは見れないんですけど、はい、こんな感じになっております。左側に、トイレで洗面所でシャワールームがあるっていう感じで、こんな感じで使ってました。リビングの部屋の方はブロックをもう外したんですけど、ここはちょっと残しておき置いてます。はい、こんな感じで、靴を履かなくても土足じゃなくても過ごせるようにしていました。はい、これがバスルームです。でこうやって感じでやるとすぐ鏡があるっていう感じで、めちゃくちゃこの鏡も便利でした。はい、ということでこれが私たちが住んでいた部屋になります。いかがですか。めちゃくちゃ狭いけど、まあこの建物って2019年にできたんですよ。なのでまだできて 2,3 年しか経っていないのでめちゃくちゃ綺麗なんですよ。はい、なので狭いけど使い勝手もいいし綺麗だしっていうことでめちゃくちゃ満足度高い、はい、部屋でした。ということで次は、この部屋ではなくて共有スペースのご紹介をしていこうと思います。ちょっと日を分けて撮影しているので服装とかは違うんですけど、ご覧ください。ここは私が住んでいる寮の食堂です。使ったことはないです。私の部屋にはキッチンがあるので使ったことないんですけど、キッチンがない部屋の人はあそこ？ここで調理をして部屋で食べるだったり、ここで食べる学生が多い。使ったことはない。こんな感じで学生が冷蔵庫に食材入れたり料理をしたりっていう感じで使ってます。ここが食堂です。これはゲームです。楽しかったね。意外と。ここは料理を作って販売されてるよね。ピザとかあと普通に市販で売られてるなんかアイスとかそういったものも売ってる。でここでお会計して食べるみたいな感じですね。ここが食堂です。ここは共有スペースです。全学生が使える椅子、これ初めて使う椅子です。グローブ学生が自由に使える。無料で、無料で使える。会議室みたいな感じで借りれるルームあるし、普通に映画とかも見てる学生もいます。でこっち側は大きなソファーで使えるフリースペースで、こちらここがシアタールームです。入ったことないけどここで映画をみんなで見たり、なんで自由に使えるシアタールームです。いいよね、こういうスペースがある。ここはいつも組んでいる水スペースです。ここで組んで部屋で料理をしたり飲んだりします。基本的に水道水飲まない。あとはここキッチンがない学生とかはここでレンジして使ったり。自動販売機、お菓子の自動販売機とか飲み物の自動販売機があるので、まあ、この建物ではここだけなんで、ここで
調達する学生の、うん、ここはエレベーター、これ階によって色が違う。今ここ4階は食堂とか、まあ、共有スペースがある階は黄色です。私たちが住んでるとこは12階一番上の階です。1階から12階まで。こちら私の一番お世話になったスペース。ここでテレビ会議だったり友達と電話したりしてました。ここいいよね、こんな感じで座ってパソコン使ったり電話したりこうやってぼーっとしたりする。すごいこのスペース。Let's drink up, you deaf look like big fun. Come on, let's get it on like that one fin. こちらは我が寮にあるフードコート屋さんです。ここでコーヒーとか、まあ、飲み物、あとは、あとはお菓子とか、ピザッとかがあるから多分ホットドッグとかも出てくる。頼めばそういうのもあります。ここが私の住むフロアの共有スペースです。めっちゃいいよね。ここで映画も見れるし、普通にミーティングとかもできるし、まあ自由に使えるスペースです。はい、ここからは私が入れないスペースなので旦那さんに取ってきてもらいました。この寮にはジムがあって、あの学生は基本的に無料で使えて、ボルダリングとか、あとサッカー場もあるので学生同士で楽しんで使えるようなところもこの寮の魅力です。はい、ということでいかがだったでしょうか。あ、結構全体的に綺麗だし、設備も整っているし、共有スペースもちゃんとしていて、全体的に満足度の高い建物です。で、私は、ちょっと学生ではないし、お金も払っていないので、ジムとかは使えなかったんですけど、一応家族でもお金を払えば40ドル50ドルぐらいかな、ちょっと分かんないんですけど、そのぐらい払えば、ジムも使えるっていう感じで、ボルダリングとかもできるみたいです。はい、という感じで、ちょっとすごく環境が良かったので、なんで引っ越すのかっていうところなんですけど、実はこの寮って1ヶ月何ドルって決まってるわけではなくて、細かく言ってしまうと難しいので、ちょっと簡単に言うと、去年の9月から今年の8月までの11ヶ月の期間、まあ、MBA の期間で何ドルですって決まってるんですね。で、それを月換算すると家賃はなんと25万円です。はい、25万円もします。まあそのぐらいだって言われてきているので、まあ25万円かっていう感じで払ったんですけど、次に10月からまた大学院が始まるんですけど、10月から来年の4月までの16ヶ月かな、まあ、6ヶ月ちょっとあるんですけど、その期間も同じ値段の中で月換算するんですよ。同じ値段かちょっと分かんないんですけど、期間が短いのでだいたい50万まで上がるっていう、ちょっと細かくは分かんないんですけど、計算私はできてないんですけど、45万以上、まあ、50万ぐらいに同じ部屋でかかるっていうことで、今回断念して引っ越すことになりました。はい、なので、まあ、かなりもう2倍ぐらいに値段が家賃が上がるので、今回引っ越しを決めました。はい、ということで10月以降は、違う部屋から、撮影したりていこうかなっていう風に思っております。はい、皆さんいかがだったでしょうか。すごくいい寮なんですよ。
あの多分世界的に見てもここまでレベルの高い寮はないんじゃないかなって思います。あの設備もちゃんとしているし、部屋数とかあのデザイン性とか、まあ、そういうのも全部含めてとっても、まあ、世界でもトップレベルの学生寮だったんじゃないかなっていうふうに私は思っています。はい、学生じゃないのに住まわせてもらって、はい、っていう感じなんですけど、はい、皆さん今日はいかがだったでしょうか。もしこの動画が面白いなと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow.